はい、皆さんおはようございます、こんにちは、シュウです。最近はライブ動画って形で、撮らせていただきました。いや嬉しかったです。本当に皆さんの応援もあったりとか、結構いろんなコメントくれて僕の力になりました。明日、松下理数教室がオープンさせていただきます。僕自身も塾講師をさせていただいて、本当にどういったですかね、地域の皆様に算数と理科を伸ばせるような、塾を、塾とか教室をさせていただきたいなと思っております。で、思ったこと、僕もいろいろ変化のある人間なんですが、やはり授業っていうのはすごく大事だなと思って、いろいろ考えました。本当はライブ授業で皆さんと関わるっていうのも大切かなと思ってまして、ですけど授業も大事だなって、これを見てくれて、もしかしたら松下理数教室に来てくれるかもしれないし、もしかしたら遠いところでは僕の動画がファンになるかもしれません。なので、動画を撮り続けようと思いました。で、今日の、問題というのが、こういった問題となっております。説明すると、正方形があります。で、またこの4等分したものです。これも同じね、同じ大きさで正方形を4等分したものです。その時に青いやつは正三角形です。同じ大きさの正三角形です。その時にここのハテナは、はい、何本になりますかという問題です。それでは考えたい人は考えてみてください。それではシンキングタイムスタート。はい、どうだったでしょうか。結構今回の問題はパズル感覚の問題となっております。パズル感覚なので、解き方なんですが、補助線を使っていけば解ける問題になっています。どういうことかっていうと、ここの赤いところを補助線とします。こういうふうにまっすぐ引きます。はい、そうすると正三角形が何個ありますかっていうのが見えてくると思います。はじめここ1個、2個、3個、半分と半分で4つ、5つ、ここで6つ、7個、8ですね。なのでこの正三角形が8個あるんです。8個引けばここの値になります。その時にここの長さとここの長さね、一緒の長さですね。なのでこれとこれを合わせたら1なんです。1たす1は2っていうことが分かるので、半分で1になるということが分かります。それが分かればこの問題もできます。この問題も正三角形の面積は何個ありますかっていう形なんですが、等積変形っていうのがしっかりと分かれば、底辺と高さが同じであれば面積は同じであるということで、ここが底辺、これも底辺です。その時に高さって言ったらこうですよね。この三角形が、正三角形1個に対して、これも底辺かける高さ割る2、これも同じ面積です。青い面積とここの面積は同じなんですね。なので1、2、3、4、5、6、7、8となります。なので三角形がかける8個です。なのでこの正方形は何と同じかっていうと、ここと同じなんです。ここね、ここ。なのでこれが2だったので、ここのハテナは2になります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題はツイッターでのベリースライムさんという方から提供していただきました。今回の問題は小学校、中学校でも面白い問題だと思います。数学、算数というのは結構楽しい問題たくさんありますので、よかったら解いてみてください。今回の問題が面白いためになったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。
皆さんの応援が僕の力となってますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。また次の動画とか、もしくはライブ授業、もしくはライブさせていただきますので、これからもよろしくお願いいたします。それではまたね。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。